はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の常用対数丸2をお送りします。で、前回からね、常用対数始まって、まあ、前回はポイントもあったんですけど、で、今回は、まあね、有名な問題を1問、じゃね、嘘、2問ですね。大きな問題が1問で、その中に2問入ってる感じでお送りします。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、両方解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあこれ今回ね、大きくバンって1問にしてて、こう小問で2つね、合わせてあるんですが、まあ、大体定期テストとかだと、まあ両方セットで出てくるよね、みたいな感じの問題です。で、どういうタイプかっていうと、前回と同じで、まずログ12とログ13の値は書いてあります。与えてくれてる。大体この2つが多い。で、1番は2の50乗です。つまり2を50回かける。その時それって何桁の整数か求めてごらんっていう問題。で、こっちは分数をね、30乗してて、それが小数第何位で初めて0じゃない数字が出てくるかっていうのを求めるっていう感じ。で、この2つをセットでやる理由はやり方がほぼ同じなんです。すごく似てる。で、どうやっていくかっていうと、まあ常用対数ってね、タイトルにもついてるので、それを使っていきます。で、まず1番。今回2の50乗なのでそれを使うんだけど、あのね、ログ102の50乗をまず計算するんです。で、60つけてください。で、肩についてる50は前に出てくるので、これ50でかける62になるよね。で、62ここにも値が出てるから、50かける 0.3010 になるんです。で、はい、これ、おっちゃん算できるかな？ちょっと待ってね。15.05 で合ってるかな？多分大丈夫と思うんだよね。大丈夫ね。で、こうやってなります。で、まずこれを計算するんです。で、これなんでするかっていうと、これ、62の50乗がこれになりました。ってことは、ここがポイントなんだけど、62の50乗っていうのがこの数字なので、15と16の間にあるんです、今。15.05 だからね。いい？ 15 と16の間。それは数によって違います。17と18の間なのか、29と30の間なのかわからないですけど。こことここの間ってやってください。で、まあ、こっち15しようか。15から16の間にあるということがわかりました。で、こっから変化させます。で、詳しいことは後で言うので、まず見ててください。こっから、60取ります。2の50乗。で、こっちどうなるかっていうと、これ、10の15乗になる。こっち側。で、こっちが、10の16乗になるんです。さあ、ここもポイントです。これね、この変化を覚えてください。で、なんでこうなるかっていうと、これは、15も16も無理やりログ10をつけたんです、今。発想としては。で、どうやるかっていうと、16にログ10をつけると、ログ10、10の16乗になります。これ、16に戻るからね。肩についてる16、前に出てきて、ログ10、10は1だから、まあ16に戻ると。で、こっちも同じように考えると、ログ10の10の15乗です。いい？これかけるかな？ちょっと微妙だよね。ちょっと待ってね。ここカッコが、あ、めっちゃギリやね。ちょっと狭くなるけど、ログ10の15乗なんです。で、全部がログ10揃ってるので、全部取ったの。ログ10を。だから、10の15乗、2の50乗、10の16乗ってなります。で、これでもう答えはわかるんです。何桁ですかって書いてるでしょ。何桁ですか、答え。こっちね、どっちに書こうかな。ここ、ここ、ここに書こう。答えは、はい、16桁ですって。終了っていう感じ。で、これもね、なんで16桁ってわかるかっていうのをやっていきます。で、これね、10の15乗とか、10の16乗ってもう想像しにくい数字なので、ちょっと想像しやすいので考えます。で、どう考えるかっていうと、俺がよくやってたのは、これね、ちょっと真ん中の数字、丸にします。ちょっと今わからないんで。なんでもいいんですけど、例えば、
10の2乗から10の3乗になるとします。つまりここが2と3だったの。テストの時出てこないよ。こんな数字はね、小さいから分かっちゃうんで出てこないんですけど、例えばこうなったとします。そうするとこの数字って10の2乗って100でしょ、10の3乗って1000なんだよね。これも分かるじゃんか、10 3かければ1000だし。ってことはこの真ん中の数字って100から1000の間だから、例えばまあ923とか何でもいいんですけど、いい710とか何でもいいんだけどさ、こんな感じで3桁の数字になるよね。必ず1000まではいかないから、でも100を超えるからさ。ってことは今言ったように3桁なんだよ。でその3桁って数字がここの数と一緒になるの。だから今もこれも16桁なんで、ここと一緒になる。いい？なのでもちろん右の数字の肩の数字って覚えてもいいです。16で16桁だからね。ただテストの時、特にこの2番の問題と混ざりやすいんで、思い出す時にはこうやって2乗とか3乗小さい数字にして自分で入れてみる。で、あ、そっかそっかそっかって、これだったら3桁でここの3と同じだから、これも16桁で OK だよねみたいな感じで思い出す作業をするといいです。せっかくここまで解いたのに、あ、どっちだっけ、15かなとか言って間違ったらめっちゃもったいないからね。特にこのタイプの問題は途中式は書かされないです。ほとんどおそらく基本的には答えだけ書くパターンが多いのでね、15桁って書いててもこれ全部当ててもね、途中式見られないからさ、罰食らっちゃうからね。なのでこんな感じでね、思い出すとしたらやってみてください。ちなみに昔ね、塾講師やった時に2の30乗だったっけなが出たんだよ、テストで。あ、自分のせいだね。で、それを分かんなくて2を30回かけて自分で自力でね、やったことがもいました。だって何桁って分かるから、それでも自分はそれもありだと思います。テストの時に1点でも多くかすめ取るっていうのはすごく大事なことなので、まあ、もちろんやり方覚えてね、今見てくれてるみんなはね。で、次分数です。これね、を30乗した時にまあ小数になりますよね。もともと3分の1が 0.33333 ってなってるから、それを30回かけると、もうこっちはできないですね、さすがに。で、それは小数第何位で初めて0じゃない数字が現れるか。これどういうことかっていうと、いっぱい計算しましたと、 0.0007025 とかもう続いてくれるわけじゃん。その時に小数第1位2位3位4位ここ5位で初めて0じゃないのが出てきたから、この時は小数第5位って書きます。答えはいいね。で、これも解いていくんですが、基本的にこれと同じです、やり方が。だから同じようにログ10をつけます。常用対数にするんでね、ログ10で、これ、ね、前ちょっと質問もらったんですけど、自分ログの書き方が2通りあるんですよ、こうやって。で、普段自分で解く時こっちで書くんですけど、あの動画用にはこっちにしようってやってるんですが、ちょっと混ざっちゃってごめんね。あ、普通に同じログでいいんですけど申し訳ない。で、これですね、30前に出すだけでもいいんですけど、63分の1だとここが使えないので、これね、まずログ10の3のマイナス30乗に直しましょう。これなぜかっていうと、3分の1がひっくり返せば3のマイナス1乗です。そのマイナス1乗と30乗かけるからマイナス30乗と変化することができます。で、マイナス3乗出します、かけるで、出して63が残るからこれ使うと、 0.4771、 多分これ入んないからこういこうか。はい、マイナスですね。これもきつい。10かけた後に3かければいいから、ちょっとこっちでいこうか。3、1、3、14.313 かな、マイナス 14.313 やと思います、きっと。はい、で、これも数字が出ましたと、値が。で、こういう風にやります。で、今回はマイナスなんで、マイナスいくつとマイナスいくつの間にあるかを考えてください。で、まずログ10、3分の1の30乗が今マイナス 14. ほにゃららとなっているので、これマイナス14からマイナス15の間にあります。マイナス 14. ほにゃららだからね。いいかな。で、この間にあるのでまた落とします、この状態に。で、さっきと同じように考えれば、3分の1の30乗で、こっちが10のマイナス15乗です。で、
10のマイナス14乗。これはこっちと同じ。ログ10を無理やりつけたんです。ログ10、10のマイナス10の、あの、違う。ログ10、10のマイナス14乗合ってるか。で、ログ10、10のマイナス15乗。同じね。で、ログ10外したよっていう。で、これも答え出ます。この状態で。で、こっちが先に答え書こうね。小数第15位です。で、答えが出るよと。ね。で、さっきは右だったんですよ、16。で、今度はこっちなの、15で、左側になると。だから混ざりやすい、ここ。で、こっちの思い出す作業もさっきと同じです。ちょっと蓋落としちゃった。同じようにやっていくとよくって、例えば、じゃあどうしようかな、また3と2を使おうか。入るかな。ある数字がありますと。で、もうマイナス15乗とかも厳しすぎるので、じゃあ10のまたマイナス3とマイナス2でいきましょうか。で、10のマイナス2乗っていうのは100分の1ね。10を2回かけて分数になってるから。で、100分の1なので、これ 0.01 になります。10のマイナス2乗はね。で、こっちはもう1個増えてるから 0.001 なんです。で、その間にあると。で、考えたときに、じゃあ例えばどんな数字になるか。0.01 よりちっちゃい。でも 0.001 より大きいので、まあ何でもいいんですけど、0.0032 トントンとか。こんな感じの数字になります。この間にある数っていうのはね。で、数えていくと、小数第1位、2位、3位で初めて出てくる。0じゃない数字が。1、2、3位。で、その3って数字がここと同じになるんだよね。あ、だから左側と同じなんや。つまり、この時も左側の15位を持ってくればいいんだな、というふうに思い出してください。もしやるとしたら。もちろんさっきも言いましたけど、普通に覚えてもいいです。この場合だったら右で、この場合左でも構わないんですけど、やっぱり高校のね、数学、まあ数にやってるので、覚えることも多いと、いろいろ。で、その時に、あ、どっちだっけ、うわーっとなるよりも、ね、こうやって思い出す方法を、まあ予備としてね、安全対策として、一個覚えておくのも個人的にはありかなと思います。自分でも今でも使うからね、俺もね、このぐらいは。なので、ぜひね、こんな感じでやってみてください。では、今回は高校数学数2の常用対数2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、一応ですね、次回で、丸3か、で、終了となります。で、その丸3で指数対数、この章も最後にする予定ですので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。